次に行きます。次はこちらです。バン、 UFO 最高機密記録ウィルソン文書です。またわけわかんない文書が出てきた。これは新しいニュースなん ね、 今回は、よくね CIA の機密文書、 NSA の機密文書、ね、MJ12 文書、ダルシー文書なんかいろいろありますけども、はい、今回の場合はウィルソン、はい、ウィルソンさんが、ね、ウィルソンさんです、はい、トーマス・ウィルソン、はい、で誰じゃったん、誰やね、そうそうそう、誰ですか。この方はですね、アメリカの DIA、 CIA は分かるでしょ、はい、DIA、 DIA、 DIY じゃねえ今流行りの DIA、 DIA だ、 CIA は中央情報局ね、セントラルでしょ、はい、D はディフェンス、国防、お、国防情報局、軍だね、軍の情報局、情報機関のトップ、はい、長官だったトーマス・ウィルソン。すごい人だ。そう、はい、当然ながらね、軍ね、 UFO 情報知ってますからね、うんうん、それを全部知る立場にあった、その方の情報なんですね。その方がもういわゆるその軍の中の情報、 UFO 情報全部一手に握ってた、うん、そういう立場にあった、はい、でそういう記録、一説にはそういうところのメモも含んでるとか言うんだけれども、ただ、実際にはね、いろんな報告書だとかいろんなもう、いわゆる裏というかな、トップシークレットの文書で、レポートで、ね、実際にこのウィルソン文書と称するもの書いたのは、このウィルソンさんじゃないの、ね、ここもまたねややこしいんだけど、これエリック・デイビスさんという宇宙物理天文学者っていう、ね、方がね、この辺もねなかなかね、怪しい、このね、たまにねその CNN とかね、ニュースに出てくるんだけど、ロバート・ビゲローっていう男がいる、はい、こいつね、結構金持ちで、ほう、すごい、で、すごいこう、お金があるから、その施設でこう研究所、UFO 研究所みたいなのを作ってるわけ、おそこにこういろんなその学者だとか、はい、そういった人たちを招いて研究させて、はい、そういう中から出てきて、ああそういうことですね、だからその今言ったエリック・デイビス、さらにね、このウィルソン文書に関しては有名なスティーブン・グリア博士、よく聞きますね、いわゆるディスクロージャープロジェクト、ね、もともとお医者さんですけれども、その、社会的立場のある、軍人だとか教師だとか政治家たちの UFO に関する証言をしてもらって、発表してまとめてる方で、やっぱりこの今回のウィルソン文書に関してもかなり知っている。で、このウィルソン文書の中のテーマの中でも特にね、焦点絞ってこのエリック・デイビスさんなんかが、進めてるのがやっぱこう破片、UFO の UFO のあれですね、はい、ロズウェルとかさ、うんうん、ね、アズテックとかさ、いろんな墜落事件がある中でのその UFO のボディとか、そういう不思議な金属、はい、形状記憶合金みたいなやつ、それをこう研究してて、で、その辺のところのデータをすごい、もうかなりのところまで来てるっていうのをこう結構の研究所の中でこう調べていると、はいはい、今回 の記事っていうのは、今年の4月に例のペンタゴンがね、はい、UFO 情報を、UFO 映像か、3本の UFO 映像、あれは本物だっていうふうにね、認めたと、もちろん宇宙人の乗り物だとは一言も言ってない、言ってないけど、それを受けてね、今回 の、記事書いてもらったのはもう大御所の南山博大先生、はい、はい、やっぱりね、その CNN とかね、いろんな報道をね全部片っ端からね調べたんだって、そしたらね、その3本あるんだけども、その映像がね2014年とかね、そので調べた日付がね、なんかね報道によってちょっと違う、なんかねばらつきがあるというか、
なんか正確に伝えられてないみたいなところがあるっていうのね、なんかね、うん、あの突っ込んでるっていうかね。そうなんですね。なんか怪しいなっていう。日本に来る情報って全部一つだと思ってたんですけど、情報源がじゃあ違ってたってこと。あのいわゆる報道によって違うよね。違う。ネットの情報もその CNN の情報も、はい、大枠で同じなんだけど数字がね微妙違ったりするんでね、誰かがミスしてんのか間違って、ね、やってんのか知らないんだけど、はい、ただねなんかね妙なね情報操作の匂いはするとは言ってるね。あ、まあ、細かいことなんだけど長年研究してらっしゃるから分かっちゃうんですね。なんかこの辺うさんくせえなみたいなね、うん、後々のデバッキングのなんかね、はい、あれなんじゃね伏線じゃねえのか、これよくやるんだよね、日付がちょっと違うっていう。へ、あの何ヶ月か前にやった総力でやったね、例のデンデルシャムの森事件っていうのは、ね、はいはい、これは1980年代イギリスの米軍基地で起こった事件なんだけども、これもね日付がね2日ぐらいこう違ってたりして、公式の文書なんだけどもそこだけね日付が違う。これはまあ、あの文書自体は確かに公式なんだけども、あのその書いたホルトっていう、うん、実際にその書いたことは認めてるんだけど日付がおかしいとかね。ほう、日付に幅を持たせることによって何かあるんですか。この日付が例えば1日2日違うことによって、ね、実際その日には例えば何もこう出動しなかったとかね、うん、したとかね、あのね、レンデルシャムの事件に関してはこの2日違うだけで別の証言者が出てくるんだよ。へえ。これがね怪しいんだよね。だから今回もなんかそういう日付がちょっと違うっていうことに関してやはり大御所のね、はい、往年の南山大先生はですね、はい、うん、ちょっと怪しいね。うーん、だから確かにね、ま、軍がやることだからね。そうですね、軍がやるしこの時期だし、そうそうそう、ね、なんか世界的にニュースにしちゃって、ね、後からなんかね全然違うよとかね言うんじゃねえのかよとかね、うん、でも飲んで違うよって言いながらなんで自らこうね、ありましたって言わなきゃいけないのか。だからいつもの手口と、うん、UFO だって言ってみんなガーってくるけども、でもそれ実際はその空飛ぶ円盤とか宇宙人関係ありません、ちゃんちゃんっていう、うん、ね、よくあるって、まあ、今回はねその大統領トランプの、はい、この映像はねちゃんとね見せたらしいからね、ペンタゴンも、はいはい、で普段からねその UFO に関してはあまりこう肯定的なコメントはしないんだよねトランプってね、うん、そんなの興味ねえやとかね、うん、もうそんなよりも経済、ね、そうですね、あまり興味全くなさそうな、ね、もう二言目にはファイクニュースファイクニュースみたいな、そお前がフェイクだよみたいなね、まあそういう、うん、でもさすがにねこの映像を見て本物だっていうふうな、まあ、ブリーフィング受けて、うん、あのなんか驚いたみたいよ。おだからねちゃんとね驚いた以上はちゃんと調べて出して、そうですよね、うん、せっかく宇宙軍ですねやってんだからさ、そうですよね、でそれでねちゃんとした宇宙人とかね UFO の情報をね軍の反対を押し切って出したらねえらいもんだね。そうですよね、もっと再選ありだよ、うん、もうそうもっと出してくれたらいいんですけど、そうそう出したらね多分ねもうね暴動も収まるよきっともう今アメリカすごいことになってますから ね、 まあ白人至上主義とかね黒人差別とか言ってるでしょ、ね、地球人じゃん。そうですよ、宇宙人来たらどうするの。そうもう そんなね人種とかなんか言ってられないよ。そうですよ、宇宙人だよ、もう我々が県民で喧嘩してるようなもんですよね本当だよ、うん、黒船だよもう、はい、だからねそういう意味でね、まあ、今回はあの特別企画10ページの企画ですけれども、はい、新たなウィルソン文書、まあ、系統としてはディスクロージャープロジェクトの一環の流れにはなりますけども、はい、まあ、UFO 関係に興味のある方は、うんうんうん、ぜひ押さえといていただければ、そうですね、ちょっとねトランプさん認めたんだったらどんどんもっと出してほしいです ね、 ね、そしたら、ね、次は再選するから、ね、うん、そうです、まあ、仮に再選したとしてもね、まあ、これはちょっとねあの某
予言者の、まあ、ちょっとあんまり言えないんだけど、またおっしゃってるんですか。まあ誰がなるかはちょっと別にしてね、次の大統領やべえよって言ってたな。うん、ちょっと言えないんだけど、これちょっとね、次の大統領どうやばいんですか。ちょっとそれはちょっと巻きが入っちゃったか。本当だ、巻きが。わかりました。大変だ。じゃあ次回、まあその辺のところをね、また近いうちに。はい、大統領気になるな。トランプさんなのかな。はい、はい、というわけでちょっとそこら辺も気になるところですけど、ぜひ本誌お読みください。